陣営のごとく。やあ、我が剣よ、影に従え。
構え、ここにてもは行け、ふわ逃がさない、まっはっこうぜ、この剣はわかるかい？ふむ、この剣はわかるかい？じっはっ、行こうよ、いっはっ、瞬く、はっ、はっ、よっ、ふっ、いっ、えっ、ふん、はっ、ふっ、えっ、急がないと、よっ、はっ、じっ、えっ、健康よ、世の乱れを切り尽くせ、雨描きがたし、戻れ、やあ、ふん、
瞬く間に。陣営の、ふわっ！よっ、そりゃ！よーっ！ふっ！ふーっ！ほっ！ふっ、ふっ！よーっ！ほっ、ふっ！よっ、ふっ！ふーっ！行こうよ。よっ、ふん。はっ、ふっ、よーっ。はっ、ふん。分かるかい？再生入れて、うん、はほっ、瞬く間に急がないと、はっ、はっ、はーっ、ふん。行こうよ。急がないと。Thank you.
の出番だ。形は精神と共にあれ。動くべきだ。
ちは精神と共にあれ。
形は精神と共にあれ。動くべきだ。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。やっぱりダメね。リバの知らせ。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が飽きす。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が飽き。どうすればこのクイたちを同時に。残念、壊すまで。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が飽きすぎ。どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。風圧剣。やっぱりダメね。我が名はドアクシン君。そうやればよかったんだ。すごい。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者。
無事今日の。放浪寮に変わったやつがいるって。やるべきことはまだまだたく。風神様、グッドウィング。
早くここに来てスープを飲め。凍え死ぬぞ。そんな不気味な調子。帰りたい。行こうよ。Thank you.
よ。諸行無常。
何の御用？用意はとっくにできてるぜ。からの刺客か、それとも計策の水を犯す者か。戻れ。逃げられると思うか。まずい。こいつはどうだ。もう逃げられない。聞きたまえ、ここにてめよ。リズムに乗れるかい。あたいの最強の音を聞け。お前らを逃がさない。ボン、リズム行くらいなさい。そこだ。よっ。さあ、トン。万物の形へ変化する。って、これもっと熱くなれ。
急を要する案件？あたしと一緒に来い。の資格か、それとも警察の水を犯すか。逃げられると思う。権限。逃がさない。ほっ。じ。万物の形へ変化する。行け。ほっ。罪になるがいい。
修行。いや、修行、いや読書日和だね。よせ、僕の顔に字なんて書いていない。じっと見ないでくれ。描きがたし、行け。よっ、やはあ、ふん、よっ、ほっ、この剣はわかるかい？Thank you.
情無常。雪だるま作りたい。付き合ってくれる？任せて。槍に磨きをかけるよ。はっ。
が痛い。ねえ、
天気のいいうちに条文でも暗記するか。奇遇だね、こんなところで会うなんて。吟遊野郎、どうしてお前が実は最近リサが面白いものを作ってくれてね。リサさんの面白いはなんだか嫌な予感がするぞ。まあまあ、レディーをそんな風に言わない。この面白いものを作るためにわざわざスメールから危険な材料を取り寄せてくれたんだからさ。今危険って言ったよな。
そうだろ？僕もそう思ったよ。でも残念ながらリサには使えない代物でね。だから代わりに僕が借りたんだ。ついでに実験の手伝いも兼ねてね。ん？なんでリサさんには使えないんだ？それは自由を愛する子供心が足りないというか、はたまた別の原因があるというか。今度彼女に聞いてみるといいよ。じゃあさ、銀融野郎には見えるんだよな。こいつの空想の友達ってどんな感じなんだ？オイラに教えてくれ。それは、うん、秘密かな。とにかくこれを君に貸してあげよう。これでノーラの空想の友達を見てみたらどうだい？どうだどうだ、見えるか？やっぱり君がつけると見えるんだね。くぅ、オイラも見たいぞ。けどこの探測機のサイズじゃオイラに合わない。とにかくお前だけが頼りだ。他の人たちの空想の友達がどんな感じか見に行こう。花屋のフローラはふわふわしたイメージがあるよな。彼女にも空想の友達がいると思うか？あれが彼女の空想の友達だよ。ふわふわした植物、ポンポンの実だね。空想の友達って植物もありなのか。旅人さん、詩人さん、こんにちは。いいよ、フローラに何かご用？あれ、ポンポンちゃんが見えるの？他の人には見えないのに。ポンポンちゃんはフローラの大親友なの。小さい頃から一緒にいるんだ。うぅ、なんだこのオイラだけ仲間外れみたいな感じは。フローラ、どうして君の友達はポンポンの実なのかな？ダメ、空を飛ぶ植物と友達になりたかったんだもん。空を飛ぶ植物と友達に？なんでだ？風が吹いたら友達とお空の上を飛んで遠くまで行けるからだよ。すごいでしょ。それって吹き飛ばされてるってことだろ？そういう言い方もできるね。ある人から冒険の話を聞いて、その時にこういった植物があるって知ったの。その人は確か、そう、スタンレーさん。スタンレーさんは冒険者さんでね、話を聞けばすぐにベテラン冒険者だってわかるすごい人だよ。スタンレーの奇妙な冒険はモンドではすごく有名なの。スタンレーさんは今城内にいるはずだから、聞きたいことがあるなら行ってみるといいよ。いいね、機会があったら行ってみるよ。でも今は別の用事があるから、また今度。フローラってタンポポだってもちろん不思議な子だな。他の子たちにも聞いてみようか。そうだな。そうだ、場外の橋にいるあの子にも聞いてみよう。Thank you.
おや、意外だね。あの子の空想の友達、まさかの遺跡主演。怖い、攻撃してこないよな。ティミーとの交流を諦めるかい？あ、何のことだ？本気か？わかったよ。また後で来よう。今は他を探索しよう。子供の心って自由だな。だからいろんな空想の友達がいるのか。自由の都に生まれたからには無限の想像力を持っていて当然だよ。じゃあ大人はどうだ。酒場の大人たちに聞いてみよう。身の安全にご注意ください。いらっしゃいませ。無人のご加護が。酒というのはやはり酒場で飲んだ方が楽しめるな。一人でも楽しく飲んでるじゃないか。そう冷たいこと言うなよ。ここで酔いつぶれない方がいいぞ。うん？まさか酔いつぶれたら人身売買にでも売られるのか。売られる？お前はよく物を売るじゃないか。父さんの旧宅だってお前が売ったんだろ。ふ使えないものを手元に置いていても仕方ないだろう。なあ、あの花瓶も売ったのか。記憶にない。でもリルック様のご自宅には確か華やかな花瓶が置いてあったような。お前の言った通り、大人には空想の友達がいないんだな。やっぱり子供心が足りないからかな。大人になると夢のないやつになるのか。オイラは大人になりたくないな。そういえば少年少女の空想の友達は何歳までいるのかな。検証してみようか。エリンはどうかな。あの年なら想像力が完全に消えるってことはないと思うけど。もし見えてなかったら嫌だな。さんの冒険の話を聞いたんだけど、とてもすごくて今も心臓がドキドキしてるの。私もいつかスタンレーさんみたいなすごい人になりたいな。ジンと肩を並べて戦いたいからかい。もちろん騎士にだってなりたいわ。ジン様と一緒に冒険に行けたらもっと素晴らしいもの。エリンは本当にジン団長に憧れてるんだな。ありがとう。そうだ栄誉騎士、せっかくだから剣術の練習に付き合ってほしいんだけど、いいかな。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。
件はわかるかい？残念、壊すまでの感覚が空きすぎ。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空き、どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空き、どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空きすぎてるね。また最初からやり直しだよ。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が空きすぎてるね。また最初からやり直しだよ。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。戻れ。残念、壊すまでの感覚が空き、どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。雨描きがたし。残念、壊すまでの感覚が空きすぎ、どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。あんたを信じるよ。どけ。そうやればよかったんだ。すごい。世界は謎だらけ。はあ、ありがとう。どういたし、ありがとう。あ、まずい、練習に夢中になりすぎて約束を忘れてた。でももう疲れて動けない。栄誉騎士ジャックに伝言頼めないかな。ジャックは今日スタンレイさんと一緒にダンディライオンの神殿で冒険してるよ。スタンレイさんはモンドの有名人で神社界にいたことがある伝説の大冒険者なの。今夜一緒に冒険の計画について話し合う約束をしてた。うわ、本当にありがとう。
一緒に演奏しようぜ。ダンディライオンの神殿か。以前風魔竜事件でここを探索したよな。今は冒険者たちの冒険場所になってるってことは、前回お宝を全部手に入れてなかったってことか。行き止まり、先に進めなそうだな。問題ないよ、見てて。散り肘の中を歩く者は風で航空まで届けられる。
頭よ。火花を散らせ。あたいの最強の音を聞け。行け。走るより飛ぶ方が早いよ。はあ、はあ、はあ、逃げようなんて思わないでよね。はあ、はあ、はあ、死ぬかと思った。確かにあと少しでそうなるところだったね。そうだ、君が冒険者のジャックだね。そうだけど君は？お前を探してたんだ。エリンから伝言を預かっててね。今日は冒険の計画について話し合いそうにないから、また別の日にしようって。ああそうなんだ、申し訳ない。ここまで来てもらった上に助けてもらうなんて。おせっかいなやつめ。助けてもらわなくともこのスタンレーならたやすく切り抜けられたんだがな。おお、お前がモンドですごく有名な神社界に行ったことがある伝説の大冒険者なのか。そうだ、俺こそがスタンレーだ。こんな伝説級の人に会えるなんて嬉しいね。じゃあみんなこれからどうする？先に進む？それとも戻る？少年よ、お前たちと一緒にいるのはモンドの大冒険者スタンレーだぞ。戻る必要がどこにあるとは。じゃあ全員一致ということで先に進もう。それでお前たちも俺の冒険の話を聞きたいのだな。いや、ジャックを探しに来ただけだよ。何？若者よ、俺はこのモンドで最も有名な冒険者スタンレーだぞ。うん、知ってるよ。いや、もう少し何かあるだろう。俺は生きた伝説神社界にたどり着いた勇士スタンレーだぞ。そう何回も言わなくていいって。本当だよ、スタンレーさんはめちゃくちゃすごい人なんだから。ふん、引き続き俺と俺の仲間の話をするぞ。ジャック、さっきはどこまで話したんだったか。伝説の神社界には風が少しも吹いてなくて恐ろしかったってところまでです。そうだ、あそこは耳鳴りがするほど静寂に満ちていてな、目に見える海は全て怪人でできているんだ。そこで俺の仲間が魔獣の起こした渦に巻き込まれてしまってな、すぐさま俺はそいつの腕を引っ張った。うわ、大丈夫だったんですか。残念だが再び故郷の土を引き、俺の涙は風に吹かれたよ。そんな。ジャック、お前は大冒険者になるやつなんだ、そうやすやすと涙を流すな。はい、僕たち冒険者にとって最大の目標は冒険の道中で死ぬこと、そして絶対に絶対に風のない場所で死んではいけない。風に乗って魂をモンドへと連れ帰ってもらうためにも。その通り、俺たちの理想は
風のある場所で死に、風に乗ってモンドへと魂を運んでもらうことだ。まあ今の僕は下水道に隠れるスライムを片付けるレベルの依頼しか受けられないけど。なんで風のない場所で死んじゃダメってことを強調してるんだろうな。まさか風のない沈弱界が最も恐ろしい場所だってことをスタンレーは言いたいのか。僕たちを待っている。もっと聞きたいならリンゴをちょうだいよ。大きな木の上に腰掛けて飲みきれないほどのリンゴ酒を片手に持つんだ。ほら、
火花を散らせ。シュッよっ、足元に気をつけて。もっと熱くなれ。情熱が足りなかった。まだ剣よ、影に従え。あったんだけど、探測機をつけてみてくれるかい？え、スタンレーにも空想の友達がいる？彼の友達はベテランの戦士みたいだ。体中傷だらけで表情も毅然としてるね。彼の空想の友達はまさか理想の自分自身だというのかい？面白いけど、真相は本当にそうなのかな？じゃあ俺は先に行くぞ。はい、スタンレーさん。君たちちょっと時間あるかな？ん？実は数日前、スタンレーさんが酔っ払って秘密を教えてくれたんだけど、スタンレーさんが当時冒険で使っていた武具はなんと大英雄バネッサ様の遺物、きらめく勇気の剣と輝く意志の盾だったらしい。しかもこの2つの武具は今もモンドにあって、どうやらダダウパの谷にあるみたいなんだ。君たち強いし、一緒にこの2つの武具を探しに行ってくれないかな？すごい人は多少変わった癖があるからね。もしそんなすごいものを見つけたら、きっと両親も僕の冒険者になりたいっていう夢を応援してくれるはずだ。今の僕じゃ実力はまだまだだし、両親にも反対されてるけど、お願いだ、どうか助けてほしい。こんな身勝手な考え、スタンレーさんには言えないから。でも使い終わったらすぐ彼に返却するって約束するよ。かわいそうだな。おい、助けてやろうぜ。幻遊野郎も来るか？そうだね。一昨年人捨てに貴重な名刺を手に入れたんだ。武具探しを手伝ってくれたら、その酒を君にあげよう。ダダウパの谷だね。善は急げだ、すぐに出発しよう。困ったわね。そもそも昨日終わるはずだった仕事を
どうしてあの人たちは今日まで引き延ばしたのかしら。雨だれ石をもうがつ。
よっ、ほっ、はっ、よっ、ふっ、はっ。
く間に。休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。ヒルチャールたち何か儀式をしてるな。あのガラクタの中にあいつらが礼拝するものでもあるのか。間違いない、きっときらめく勇気の剣だよ。これがきらめく勇気の剣だよ。本気か？ただの古い剣だぞ。ヒルチャールのやつら、なんでこんなものに祈りを捧げてたんだ？おそらくどっかの誰かがヒルチャールの戦利品の中にこの剣を入れただけだろうね。ボロすぎる。それに何と言えばいいか言葉が見つからないくらい普通だ。いや、ジャック、君はモンド城外にいる風祥鳥を見たことないかい？
ああいう蝶も昼間は目立たないけど、夜になると目がくらむほど眩しくなる。まるで空を飛ぶ宝石のようにね。勇気だってそういうものだろ。平穏な人からしたらその価値は理解できないけど、いざ苦境に立たされた時、勇気だ。その通りだ。間違いない。これがきらめく勇気の剣だよ。うん、じゃあこれで剣は見つけたし、あとは盾だね。この辺りを探してみよう。きっとダダウパの谷のどこかにあるはず。おや、あれ、あそこに誰かいるぞ。スタンレー、どうして彼がここに。様子が少し変だな。どうしたんだ、急に止まって。なんでもないよ。コインをばらまく宝刀医たちが通っただけさ。何、どこにいるんだ。僕も見たい。君は武具を探しに来たんだろ。そんなもの見る必要はないよ。やっ、ふっ、瞬く間に健康よ、世の乱れを切り尽くせ。やっ、やっ、ふっ。あれが輝く意志の盾だよ。嘘つけ。どう見てもただの木の板だろ。
ボロボロだし、タグで補強されてるぞ。誰があんなのを盾に使うんだよ。しかも酒のシミまである。まるで酒樽から適当に取り外してきたような。でも僕の吟遊詩人としての勘が、あれこそ輝く意志の盾だと言ってるよ。戦士は体にある傷を誇りに思うように、盾も同じさ。盾が綺麗だと、それは戦場で使われてないってことだ。ボロボロな盾こそ百戦錬磨の証拠じゃないかい。ボロボロになっても戦場で最後の一瞬、血がなくなるまで戦い抜く、そんな意志こそが貴重だ。そうだろ。そうだな。綺麗な盾なんてないもんな。じゃあヒルチャールに輝く意志の盾を譲ってもらう方法を考えないとな。こんにちは、ヒルチャールさん。だら。うわぁ、やっぱお前に任せる。聞いたことあるヒルチャール語を試してみたらどうだ。もしみた。うん、落ち着いてるし続けていいと思うぞ。ピトム。ご機嫌斜めみたいだぞ。ピトム。いやいや、いっけ。まずい。陣営のごとく。はっはっはっ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。ありがとう、本当にありがとう。やっと惜しかったものが揃った。父さん、母さん、神器を見つけたよ。あ、待ってよ。約束のお酒は？ここまで大変だったんだよ。あれ？スタンレーじゃないか。こんなところで散歩かい？あっか、奇遇だな。お前らも散歩か？そうだよ、食後の散歩ついでに友達の探し物に付き合ってたんだ。スタンレーは嘘つきかも。ますます怪しく思えてきたぞ。ジャックを傷つけないためにあらかじめ剣と盾を置きに来たのかもな。大冒険者はダダウパの谷に詳しいよね。何せここは君がかつて戦った場所だ。当然だ。目を閉じても迷子にならない自信があるぞ。なるほど、君の記憶力と根性には感服するよ。大冒険者だからな、それくらい当然だ。ここにはヒルチャールがたくさんいるから、お前たちこそ気をつけるんだぞ。ではまたな、若者たちよ。やっぱ怪しいよな。仕方ないよ、ジャックにあんなことを言ってしまったんだから。でも改めて見ると実に面白い。過去を忘れたくないから今を捨てた人、もし彼が未来への一歩を踏み出さなければならなくなった時、その一歩はどこへ向かうのだろう。あ、どういう意味だ？ただの独り言さ。そうだ、今夜はエンジェルズシェアに行ってみよう。
無駄な時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。スタンレー、どうすればいいか教えてくれ。ん？なんで自分の名前を呼んでるんだ？それはないかな。スタンレーが二人いるなんて僕も聞いたことないもん。スタンレー、あの時人弱界で死ぬべきだったのは俺だった。なぜお前の名前を語ってるのに俺はお前の魂をつなぎ止められないんだ、スタンレー。新米の俺をかばわなければあの風のない場所でお前が死ぬことはなかったのに。お前には偉大な大冒険者の肩書きがある。でもクズの俺なんかのためにもう伝説になれないなんて。これは一体どういうことだ。多分彼は本当に人弱界にたどり着いたんだろう。そこで会った危機も本当のことなんだ。ただ彼と共に冒険をした仲間こそが本物の大冒険者スタンレーだったんだよ。本物のスタンレーは僕たちの知るスタンレーを助けるために死んだんだろうね。あ、じゃあこのスタンレーがスタンレーと名乗ってるのは彼がそいつの名前を盗んだから。そういうことだと思うよ。スタンレー、もう何年経った。モンドの人々がお前のことを忘れていくのが怖くて俺はあちこちでお前の話をした。俺はモンドの人々にお前を覚えていてほしい。スタンレーが人弱界にたどり着いたこと、そして偉大な冒険者であり彼が生きていると。スタンレーは死なない。なぜなら俺がスタンレーだからだ。俺がスタンレーだから。すまないスタンレー、俺も年を取った。年を取ったんだ、はあ、お前たちいつまで盗み聞きしてるつもりだ。まずい、気づかれた。行け。何も聞かないでくれ。一人にしてくれ。でも行け。二度は言わんぞ。よくし、ウェンディ、それとパイモン、よかった。みんなここにいたのか。あちこち探したよ。お礼を言いに来たんだ。君たちが剣と盾を探してくれたおかげで両親がやっと認めてくれてね。おや、それは本当かい。本当さ。金を出してきらめく勇気の剣と輝く意志の盾を直すと言ってた。それは良かったね。それでジャック、君はモンドを離れてテイワット大陸を旅するのかい。いや、しばらくはモンドにいるよ。今の僕の実力じゃ遠くへ行けそうもないから。それにスタンレーさんの話をもっと聞きたいからさ。なんたって彼が僕の夢のきっかけだから。スタンレーさん、ああまた酔っ払ってる。また明日、スタンレーさん、酔いが覚めたらまたお話を聞かせてくださいね。スタンレーはジャックのことが気に入ってるんだろうね。君はどう思う？
ジャック、ジャック。ジャックならもう帰ったよ。そうか、俺の秘密を守ってくれてありがとうな。あ、急に現実を見るようになったのかい。今までの君らしくないね。俺はさっき彼を見る勇気がなかった。彼の冒険に対する情熱は何の雑念も含まれてないからな。俺は疲弊した嘘つきだが、あの子はまだキラキラと光を放つルーキーだ。だからこそその夢を壊しちゃいけない。嘘つきってこともないだろ。だってスタンレーの冒険や経歴は全て本物だから。冒険、経歴もういいよ。実はな、今となっては冒険のこともスタンレーの記憶ももうはっきりとは覚えてないんだ。これこそが俺の最大の秘密であり最大の恐れ。ここ数年俺は彼の話を伝えるために生きてきた。しかし彼の性格、彼の人生、それら全てをほとんど覚えてないんだよ俺が唯一忘れられないのは彼が風のない神社界で死んだこと。そして風が彼の魂を連れ戻せないことだ。うん、そうだね。本当のスタンレーは彼の記憶の中にある生き生きとした友達とは違う。傷だらけの戦士として彼の人生の全てを束縛してるんだ。俺は年を取ったんだ。いくら拒んでも手放してしまうことがある。俺は役立たずだ。本当に役立たず。だが冒険者はこんな形で死んではいけない。いけないんだ。ハンス・アチェボルド。なんで俺の名前を。風、神社界で求めても得られない風の音だ。俺はずっとあなたの存在を信じていた。旧友の魂任せてくれないかい。ありがとう、ありがとう、バルバトス様。すまない、気持ちの整理に少し時間が必要そうだ。でもきっと俺は大丈夫だと思う。うん、めでたしめでたし。スタンレーは本当の自分を見つけてジャックも自立できた。おめでたいことがたくさんあったら祝杯をあげてお祝いしないとね。このままこの酒場で飲む気かここのお酒は高すぎるからね。それにジャックがくれるって言ったお酒がまだでしょ。報酬に貴重な名酒をくれるって言ったのを覚えてるかい。僕は彼からお酒をもらってくるよ。あとでいつもの場所で落ち合おう。え、いつもの場所ってどこだよ。おい待てってば。おい、スタンレー。この数年彼を束縛していたのはその友人本人ですら亡くなっていた。しかしその友人の話はきっとモンドで忘れられることはないだろう。
と来たね。わかりにくかったぞ。次はこういうのやめてくれよな。そうだ、吟遊やろう。酒は手に入ったか？手に入れたよ。ジャックのやつ、貴重な名酒って言ってたけど、結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代、あの頃旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。旧モンド？ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟だろ、お前が前に言ってた。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく人の姿でもなかった。風の中の些細な元素の精霊、小さな天気と希望をもたらす風だったんだよ。元素の精霊？人の姿じゃなかった。あれ、吟遊野郎、昔はこんな感じじゃなかったのか？うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ。友達のものを借りたんだ。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき、自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁の内に生まれ、青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く、瞳には光が宿っている。しかしその声は風の目にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し、風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に上ることはなかった。その後は？お前の友達、その後どうなったんだ？パイモン、その後の話が知りたいかい？当たり前だろ。もったいぶらないで早く教えてくれよな。なんで急にリンゴなんか食べたくなるんだよ。お腹が空いたんだね。仕方ないやつだな。ああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。ビッシュ、そよ風、こういう時はいつも思い出してしまうんだ。彼から教えてもらった歌をね。飛べ飛べ飛ぶ鳥のように、僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。冒険も商売も
チャンスは一瞬なの。面白いものを探しに行こう。ふっ、私に任せなさい。
情報が合ってるといいんだけど。この辺りは見張りが少ないな。どうやら奴らはアビス教団の戦力を分散させることに成功したみたいだ。すまんすまん。この剣はわかるかい？えい、もっと早く。よっよっ。こいつはどうだ？また砲塔弾の痕跡だ。方向はこっちで間違いなさそうだけど、奥に進めば進むほど不気味な雰囲気が漂ってくるぞ。気をつけろよ。オイラが後ろについてるからな。私は精神と共にある。あれ、人だ。もしかしてあいつが大砲塔か？あの姿勢、何かにお祈りしてるみたいだけど。あれってなんでそれに心臓って確か宝珠を持ってたよな。でもそこの大砲、
早くこの状況をカオと嵐姉さんに伝えないと。うわあ、何が起きたんだ。ここにいちゃまずい、早く逃げよう。動くべきだ。形は精神と共にあれ。動くべきだ。
ビスの費用何人たりとも除いてはならぬ。ここに足を踏み入れたからには相応の代価を支払ってもらうぞ。裁きは使徒が下す。アビス使徒ダイン、ダインスレイブのことか。なるほど、ただのネズミかと思ったが、まさかあのしつこいのと関係していたとはな。奴はお前たちを死なせたくてここに送ったのか。奴の抵抗などすでに意味をなさない。奴の起こすさざ波に変革を生む力などないからな。アビスを阻止するなど不可能。なんて力だ、こんなの見たことないぞ。気をつけろ、油断するなよ。おとなしくしやがれ。これよ、まだら、なり、私を甘く見ないで。へい、持って この剣はわかるかい。この瞬間、お前は終焉の神明。ミオナの特製ドリンク。にゃっ。もっと早く。聞きたまえ、ここにて命ずり。雨描きがたし。こいつはどうだ。とすればここに長居するべきではないか。はあ、危なかったな。大丈夫か。あいつすごく強かったぞ。アビス教をどうかしたのか。遺跡の出口はすぐそこだ。早くここから出よう。こんな不気味なところにずっといたらまた来再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ダインだ。その顔、何やら不気味なものにでも遭遇したようだが、まさか遺跡の中でアビスの使徒に会ったか。なんでわかったんだ。
俺はアビスの使徒を追跡していたんだ。もちろんここで貴様たちに会うのは想定外だったが。逆さの心臓、手中のアビスエネルギー、いや、そんなものは俺も見たことがない。だがあらかた予想はつく。まずは貴様たちが見たことを話せ。アビスエネルギーがあった遺跡の底から逃げた後のことだ。その後、遺跡の出口で突然現れたアビスの使徒に道を阻まれて、オイラたちはそいつと戦ったんだ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれない。なるほど、これは千載一遇のチャンスだ。俺についてこい。行こう。ダインが手伝ってくれるなら謎が一気に解けるかもしれないぞ。急を要する案件？次は何に会えるだろうか。行こう。ほっ。ほっ。ふん。
さっきのアビスの魔術師、おいら。いや、やつらはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけだ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのはアビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。それを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだ。しかしあの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。じゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出さなかったんだ？もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えればアビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直…なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。無駄な時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。